れ様です。髪の毛がボサボサ。お疲れ様です。やっほー。今日は先ほど X にも投稿したんですけど、セプト2024に出てきました。疲れた。今年一番緊張してましたが、無事なんか大きな失敗もなく終わりました。ありがとうございました。本当になかなかね、こうライブといえども舞台なので、あまりね客席を見れなかったんですけど、なんか最後の一曲はね、こう、結構客席を見ながら盛り上がれたので、あの来てくださってる私のファンの方がいらっしゃることに、神ありがとうございました。本当にいないと思ってたらいっぱいいた。ありがとうございます。なかなかね、自分がなんかこう歌うわけでもなく、メインでもないこうイベントに来てくださるファンの方がいるって、本当にもう私はすごい幸せ者ですね。ありがとうございます。まあ、あのロングのね、ちょっと今はもうピンピンに跳ねちゃってるんですけど、ロングの髪の毛のねドレス姿の私という、本当にもう超レアな姿を見ていただけたのは良かったのかなって思います。あとはまあ久しぶりに会えたキャストの方とか、あと配信の人がね、なんかあの STU でもやってくれてる人でね、沖前公園から一緒だった方が配信を担当してたので、なんか沖チャンデーだよって言われました。確かにもう私この方にずっと映像をもう何日間撮ってもらってるんだろうみたいな。今日は STU の公演じゃなくてこっちを選んだんですねって言ったら、いや違う、沖ちゃんを選んだんだって言われました。違う、いや今日僕タイムあるのに STU じゃなくてこっちを優先したんですね、セプトを優先したんですね、違う、そうじゃない、沖ちゃんを選んだんだよって、なんか心のこもってない褒め言葉をもらいました。あとね、BLT のスタッフさんから差し入れもいただきまして、ちょっとなんか美味しそうだから食べようかなとか思って、これちょうどいいんだけど見て、マシュマロクッキーショコラ、ちょうどね私マシュマロのイベントやってるんですよ。なのでちょっとマシュマロでも食べながら、なんか何気に3月ね、公演とかさ、そのセプトのやつとかでもなんか自分が覚えなきゃいけないことが多くて全然配信できなかったね。ここで取り戻します。これマシュマロでした。はい、リアルマシュマロです。美白パック達成おめでとうございます。じゃあ喜んだらダメ、喜んだらダメ。ありがとうございます。なんか知らないけどパック達成してたらしい。なんかそんなね欲しいとか思ったことないけどパック達成したらしい、嬉しい。ということで縮小マシュマロです、チョコマシュマロいただきます。うまそう。これマイキューのものまで
これまいちゃんのものもね、この間久しぶりにやってくれた、これおいしいです。チョコマシュマロ、なんか外ちょっとパリ、中じゅわじゅわ。マシュマロって美味しいの。マシュマロ食べたことない？正直なんか私はそんなにマシュマロすごい好きってわけじゃないけど、でもなんか ASMR とか聞くの結構好きで、なんかマシュマロってさ、めっちゃ柔らかいイメージあるじゃないですか、もちもちみたいな。でもなんかマシュマロの ASMR 聞くと全然そんなことなくて、なんか音がね、なんかジュワワワワワワみたいな、伝わるかな、なんか口内の熱で溶けてく感じ、なんか料理みたいな音するんですよ、ジュワワワワワワみたいな。でそんな音が結構好きです。カロリーすごそうだって。これ1袋なのか1個なのかちょっと分かんないけど、429カロリー。さすがに1袋だよね。ちょっと2個でやめとこう。ちょっとびっくり、こんなに軽いのにドリアぐらいのカロリーある。マジで聞かせたいけどイヤホンないんだよな。じゃあちょっと近めで聞かせたいと思います。聞いててください。マジで静かにしてください。いいですね。いきます。聞こえないかな、難しい。私の中では聞こえてるんだけど、なんかあんまり聞こえない気がする。近すぎやろ。こんくらいじわじわです。うまっ。マシュマロ最高。これはね、なんか他にもいっぱいね、なんかケーキとかあるので新幹線の中で食べたいと思います。ありがとうございます。名前を言いたいけど言えない BLT のスタッフさん。いやー、なんかあまり寝てなくて、さっきタクシーでホテルまで帰ってくるまでがめちゃくちゃ眠かったんですけど、なんかマシュマロ食べて配信し始めたら結構眠気がなくなってきた。明日は撮影があります、東京で。なのでっていうか、まあもともと泊まりなんですけど、泊まりです。初めてではないのかな、なんかちゃんとしたこう STU じゃなくて事務所側のお仕事で、なんか結構なんていうんですかね、 STU と違うんですよ、やり方が。もう STU はめちゃくちゃもう何から何までこうやってくださるっていうか、もうホテルのロビー降りたらマネージャーさんがいてタクシー手配してくれたりとか、もう本当になんか日割りみたいなのがあるんですけど、日割りが本当に分単位で書いてあるんですよ。ここ何分に、ここ何分に、何分に何で、それをもうずっと見続けてその通りに動いて、もうマネージャーさんの言うことを全部やってたんですけど、新しいところはなんか現地集合ですみたいな感じで、ちょっとあの大人として対応されてるので、
ちょっとね、私もちょっとそろそろ一人の大人に STU というね、この本当にだからすごいなんて言うんですかね、もうね、守ってもらえてる環境だったのでちょっと怖いんですけど頑張ります。まあ大人だからねまあ大人だからね、頑張ります。この葉めっちゃ綺麗だった、ありがとう撮影だ、頑張って、頑張ります、ありがとう。だから今日はちゃんと寝よう、寝れるかな、眠いんだけど。なんか昨日もうね、昨日もねすごいマイカーで深夜まで仕事してて、めちゃくちゃ疲れるってわけではなかったんですけど、なんか撮影の始まりが遅かったんですよ。でなんか1時半とかに終わって、で帰ったのが2時半とかで、私その時点でめっちゃ眠かったんですけど、私は眠いと絶対起きれないってことが分かるから、もうそのまま来たんですよ、新幹線に乗って。で新幹線爆睡して、で今日明日も朝早いんですけど、なんかでも寝たら本当にめっちゃ寝てしまいそうで怖いんですよね。すごい試されてる私の、寝ていくべきか新幹線まで我慢するべきか。深夜にインスタ更新してた、深夜じゃないよ、早朝早朝4時ぐらい。そうなんです、その選択肢、そう私はそういう選択肢、今日は寝よう。確かに、でもなんかあんまり眠くなくなってきた、話してたらあんまり眠くなくなってきた。え、今日って休日ですよね。なんか皆さんの個人的ニュースなんかないんですか、教えてください。それについて話そう。丸投げあ、平日か、なんか勝手に休日な気持ちだった、平日だ。なんかないんですか、なんかないですか。びしょびしょになった、今日雨すごかったですよね、止んでよかった。なんか広島もね朝から雨降ってたんだけどね、なんか明日の東京の天気調べたら雨じゃなかったから傘いいやって思って持ってかなかったんですよ。そしたら東京着いてもう昼どしゃどしゃでびっくり。ゴジラがアカデミー賞、あね、君たちはどう生きるのかとマイナス、ゴジラマイナスワンがね、アカデミー賞ね受賞よ、嬉しいね、日本が、日本の映画がアカデミー賞受賞するのは。最近映画よくなんか見るからちょっと嬉しい。デレレン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 デレレ、何色っていう色なのかちょっとわからないんだけど、何、なんかオリーブっぽい感じの、可愛かったですね。私が髪染めたらどうしますか皆さん。
皆さんはどうしますか？何色に染めてほしいですか？逆にもっと好きになるもっと好きになる。 ありがとう。白、白、白、白か。今はそんなに染めたい欲がないんで染めないと思うけど、いつか染める時の参考にしますね。オレ色に染めてあげたい。ひーひー、もう一気ここにオレって書こう。すごいや、なかなか STU のねえレボリューションやわ。染めても言わんって言ってたよね。そう、私この間のファンクラブで染めても報告しないっていう話をした。まあそれ詳しくはファンクラブ限定だから言えないんだけど、なんか深夜に自分が考えてた言葉がそれだったの。謎だよね。マイハちゃん、イメちゃん、マイハさんでも似合ってた、もしね今後他のメンバーとかがね、まあ髪の毛とかも染めたりするかもしれないじゃないですか。もしさその段階でさ、こうなんかいろんな色になっていくこともあると思うけどさ、なんか似合う色って多分いろいろやっていかないと、自分でねなんかしっくりくるまでやっていかないとわからないと思うから、そのね女の子のねなんか可愛い努力を見守ってってあげててください。思います。なんか ST はね黒髪が好きなファンの方が多分多いと思うんだけども、ね、ST もなかなかあんまりなかったからそういうのが、かな。黒髪好きも多いから賛否ある。まあ黒髪に染めるのもありだけどね、なんかねラベンダーの黒みたいなとか。きちゃん染める予定あるの？いや今んとこはあんまり染めたいっていう欲がないけど、冬とかだったらなんかブルーブラックとかラベンダーブラックとかそういうなんか暗髪の透明感あるやつはちょっと憧れがありますね。その普通の黒とどう違うんだろうっていう。本当にね自分もなんか髪染めてたのとかも本当に何年前の話だからもうあんまり覚えてないんだよね、自分がどんな色だったかも。ラベンダーの黒とか難しすぎてついていけない。私もねなんか本当に昨日今日ぐらいでなんかインスタのハッシュタグで調べるようになったの。え見てみて、なんか黒って300色ぐらいあったんやでびっくりした。黒ってすげーみたいな、なんかネイビーと黒合わせたとかラベンダーと黒合わせた、その比率にも色が全然違って、なんか赤みを消す黒、黄みを消す黒、紫がかった黒、青みがかった黒みたいな、なんかね全然違うんですよ。でもうなんか訳が分からなくなって結局やめてしまった見るの。なんかいろいろあるんだなって思いましたね。
黒はグラデーションが大きいからね。そうなの？あまり詳しくないんだよね。うん。なんかね、まあいろんなおしゃれの幅が増えることはいいことかもしれない。ちょっと寂しいのもあるけど新しい STU ですな。メンバーの黒髪好き。いやでもそう言ってもらえるのも嬉しい。うん、なんかね、それも一つの特徴だと思ってるね、思ってたのもあるし、うん、まあでもね、一回新しいことに挑戦してみるのもいいのかもしれない。うん。きちゃんスーパーロングにする予定だよね。そのような予定はございませんが、今日の X を見ていただけたら、あ、はい、スーパーロングですよ。見てみて。違和感あったら戻せばいい。まあそうだよね、いろんなね、うん、でもなんか染めた方が映える子とかはいそうだけどね。うん、誰って言われたら難しいけど、個人的にはなっちゃんとかね、髪の毛明るい方がもっとなんか似合いそうな、明るいのが似合いそうな気もするけど、他は思い浮かばないな。個人的には夏男が思い浮かびますね。スポーツやっている時、髪染めたチャラいやつには負けたくないと思ってたから。でも今のさ、野球とかってさ、結構髪伸ばしてよかったりとかね、日焼け止めも使わないといけなかったりとかあるよね。まあ確かにその見た目をなんか抑止することで力が強くなるんだったらいいけど、まあそうでもないんだったらあんま関係ないんじゃないかなとか思ったり、まあね、自分がそうだったのに下の代からそうなってきたらちょっとムカつくけどねうむってなっちゃうけど、まあでもあれだよね、難しいな、うんとも言えないし、うん、ココアが赤くしそう。それ多分カープのイメージだけじゃないココアさんもすでにもう服装から真っ赤っかの時が多いから、本当にシンボルみたいになっちゃう、髪まで赤になったらココアさんはなんか髪伸ばしてほしいな、見てみたい、色とかっていうよりは見てみたいっすね気になる、この木なんの木気になる木、うん、STU 黒髪突き通してほしかった。まあ一回新しいことに挑戦してみて、それで何か指標が下がるんであれば黒髪でいいんじゃないのかなって思うけど、そう、何らかの、うん、なんかそのね、でもそれが分かるの多分 1,2 年は経たないと分からないから、うん、答えは1年後にまたお会いしましょう
逆にね、なんかさ、黒髪好きな人はね、研究生に流れていってこうっていうこのムーブが続いていけば、それはそれでなんかね、アイドルになった瞬間にファンができやすかったりするのかもしれないし、ちょっと眠すぎて何言ってるのか分からなくなってきた。もう何時だろう。時計がない。あ、27分でした。ここに時計がありました。ゆきちゃんって意外とセンシティブなネタ好きだよね。センシティブ、スじゃない。何センシティブって。私がセンス評論家みたいになってるよ。人のこれはセンスないです、これはセンスありですって言って、センシティブ、センシティブじゃない。センシティブじゃないです。なまってる。確かにちょっとなまってる。なまりすぎ。コンプラ案件。コンプラ、守ろう、コンプライアンス。今日あれ出てたやん、あの STU がなんか警告みたいなね、え、誹謗と中傷と、あとなんか卑猥な言葉とかはね、え、法的措置の 対象になるからね、皆さんも気をつけてね。前もねあったけどね、そういうなんか警告文みたいなのは、うん、いやでもね、なんか個人的にはした方がいい、うん、私すごいめっちゃ思ってたのが、なんか学生のメンバーとかにそういう発言、多分分からないことかにお話し会とかSNS とか言わせようとするネタって言えば許されるのであろうかみたいな、そういうのが個人的にはうんって思ってたので、ちょっとね、なんか今回ので多分それも多分自覚なしな方が多いと思うよね。そういうのって多分面白いネタの一環だと思う方って多いと思うよ。でもね、10代とかのさ、中学生とか高校生のメンバーとかにね、そういう発言、下ネタとかそういう発言、よくないよね。いやでもなんか自分も気をつけようって思った、うん、私もなんかね、なんか何も考えずに面白いと思って言ったこととかが、なんかそういうハラスメントとかね当たったりするのもあるのかなって思って、ちょっとねもう本当にお互い気をつけましょうね、うん、って思いました。まあ皆さんも一回気をつけて、私も気をつけたいと思います。うん、素敵な界隈になることを祈って、コンプラ大事せやね、せやね。おきちゃん履いてるとかセーフですか。いや難しいよね、私はなんかそういうネタでやってる部分もあるからあれだけど、難しいよね、確かにね、そういうなんかネタとのなんかそういうラインみたいなのが難しいよね。でもさ、明らかにさ、なんかどうなんみたいな時ない？
私じゃなくてさ、他のメンバー、例えば切り抜きとかもそうだけどさ、なんかあるじゃん、あるじゃん、そういうの、そういうのの中学生とかもう学生メンバーとかを見てたら、なんか自分の中のなんかモヤモヤがたまる。なんかしかも最近はなんか SNS でさ、ね、なんかおすすめとかね、フォローしてなくても流れてくるから、うん、でもそれをなんかアンチとかがやってるわけじゃない、本当に純粋なファンの人とかがやってるって思うと意識の問題なんだなって思いますね。うん、なんかアンチコメントしてないからいいじゃんとかじゃないんだよね、多分その卑猥な言動っていうのは、うん、だからそのね、3期生とかね、そういうショールーム始めたばっかりの人たちとかってさ、絶対コメントとかもさ、すごい早いわけじゃないからさ、絶対目に留まってくるしね、え、なんか本当に節度を保ちましょう。最近思いましたね。いやでもなんかどんどんいろんなことを言っていけばね、なんかね変わればいいなって思いますけど、うん、将来までもなんでもね。SNS とか配信はある程度講習みたいなのやったらいいよ。もう確かにね。でもさ、ショールームとかさ、まあそういう配信系って継続すればするほどさ慣れていくものだからさ、難しいよね。なんかどれだけ、ね、最初になんか教えてもらったとしても実際目の当たりにすると難しかったりするよね。寒い、ブルブル。 SNS 講習ないの？あるよ、あるから私はコンプライアンスっていう言葉を学んだんだよ。コンプライアンス大事にって なるんだよ。暖房つけよう。いや、つけてるんだけどね、なんか多分私が今地べたに座ってるから。もうちょっと上に行けば温まりそう。配信が変化はし続けるけど、経験者だからこそ伝えられることもあると思います。まあね、慣れてるメンバーはスルースキルがあるよね。まあね、まあスルーしててもなんかモチベーションは絶対下がっていくけどね、そういうコメントが一つでもあったりすると。ちょっと待って、ずっとさスタッフのさなんかなんか貼ってたんやけど、服にスタッフっていうかそのバックヤードの、うん、恥ずかしい、服についてたシールが恥ずかしい。あ、そう、入館書的なやつ。お決まりミーム、あー、まいちゃん、まいちゃんがショールームで載せてたやつね。あれは、うん、あれは世の中に出していいやつなのか。まいちゃんのさ、ヤギさ、大丈夫なんて思って。お決まりミーム見てください。まいちゃんのショールームのアカウントで見れます。あ、ショールームじゃない、ツイッターのアカウントで見れます。なんかね、いや普通にやってるんやけど、あれ撮り直して、あれ2テイク目なんですけど、やっぱ1回目もまいちゃんの突然のなんかリアルヤギのモノマネで
大丈夫ってなって結局やなんかお蔵入りしちゃったんですけど、2回目も2回目で、でも本人が向こうからこれ出していいって載せていいって聞いてきたからいいと思うんだけど、ほんまにいいんかなって、結構なんかうーみたいな、もうなんかすごいなんかもうなんかもう舌も目もいろんなところに行ってたけど大丈夫って、似てますあれめっちゃ、ルルルルルル、私ちょっとできないけど、ルル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 。最近私が好きなミームはあの有名な、あんまり有名ではないんですけど最近来てる猫ミームがあって、破片猫って言うんですけど、あれこの話したっけ、破片猫っていうなんか漢字の破片って言ってるように聞こえる猫のミームがあって、それが好きです。破片破片みたいな、まあ、ただそれだけなんですけど、破片猫結構来てますね。何の話よねマジで。ミーム界にも新人いるんだ。猫ミームは常に新しいやつが作られてきます。私のおすすめは最近だと破片猫でございます。おきちゃんの TikTok 回ってくるの猫ミームだらけ。猫はもう猫ミームか、猫の動画流れてきてもコメント欄、まあ、TikTok 見てるんですけどコメント欄に伸びるな猫ミームにされるぞみたい なんか脅し文句がついてる猫動画ばっかり伸びてきます。まあ要は伸びてる動画なんですけど、最近のさ脅し文句になってる動物で再生回数増えるとコメント欄で猫ミームの素材になるぞ、脅されてる、脅し文句なんやなんかじわじわくるその発言に、チピチピチャパチャパトゥビトゥビタバタバトゥビトゥビタビタビタタタ。今日は舞台の左で盛り上げてましたよね。盛り上げてたよ、ありがとう。フリー素材じゃないでしょ、あ、そう、フリー素材じゃないよね、もちろん勝手にされてるんだからね、あれはフリー素材ですなんて言って出してる猫ちゃんはいないんですけども、でも結構猫ミームのその本家元とかがその猫ミームの動画を本家の猫ちゃんに見てたりとか、結構飼い主公認の猫もいる、多分非公認の猫ももしかしたらいるかもしれないけど可愛いよ。卒業ラッフルくじで A 消化ベーシャパネル当たりました。おお、ありがとう。ラッフル今日までじゃない、すごいありがとうございます。今日舞台見に来てコメントまでしてくれて、うれぴー頑張れるぜ。なんかめっちゃ跳ねてる髪の毛、恥ずかしい。少しばかりお礼マシュマロです。あー、ありがとうございます。マシュマロならここにいっぱいあるんですけどね、なんか本当にいっぱいありすぎて、マドレーヌとか何食べようかな、明日の新幹線のおやつ決めよう。まあシンプルなんですけどブラウニーにしようかな。こういうお菓子にはねミルクティーが一番合いますから。じゃあちょっともう一個欲望に負けてチョコマシュマロを食べたいと思います。ホワイトデー、あ、確かに明日ホワイトデーだ。チョコマシュマロもう一回食べます。うまそう。
ただきます。あ、ハックやん。うん、今日13日かと思った。おきちゃん日付と呼び壊れてる。うるさい。お前なんだって。どうもこんにちは、私は日付と曜日を指摘されるとガチ切れお姉さんです。嘘です。嘘です。怒らないです。うまい。ごめん、今本当にね頭で何も考えらずね喋ってるからね、すいませんね。全然怒ってないで。やばい、なんかこんなに甘そうなのに全然甘くなくて美味しい。今日もおきちゃんの思考面白い。ありがとう。なんか思考が思想に見えて、私そんな思想語ったっけと思ってびっくりした。思考ね、はい、思考ありがとうございます、褒めていただいて。え、私そんな思想強かったっけって思ってびっくり。思考ですね、はい。うるさいな、まいちゃんくん。最近ね、なんかちょっとまいちゃんがなんか言い方とかまいちゃんに似るときある。うるさいはもうまさにまいきゅう。うるさい、これまいちゃんのうるさいの言い方。なんかね、無意識に真似してしまってるのか、うん、どうなのか。マイ級化が進んでる。いやね、本当にね、もうマイ級になれるかもしれない。結婚したから。そうなんですよ、まあ、あと1回結婚式は残ってるんで、それが済んだら本当に結婚したことになるんですけど、真似されることは、たまになんかされるけど、なんかそれって大体悪意あるモノマネな気がする。なんかあったかな、でもなんかあったんだよね。今日はワンピース着てます。これ本当はめちゃくちゃワンピース、どっちがいいか迷ってトレーナー着ちゃったけど、今日は赤チェックです。寒かったからスイスっぽい。言え方スイスっぽいの。そう、本当はねワンピースなんだけど、ワンピースで着るか迷った。でもワンピースの方が褒められた今日は。いっぱい、なんかでもこのトレーナーもお気に入り、可愛いので。マイキューに貸したやつ、そうです、これはマイキューに貸したやつです。 JT。 うん、ビビアン感、ビビアン好きなんですよ。帽子もビビアン、バケハ。ネックレス他のも欲しいんだけど、なんかこれが一番可愛いと思ってるからこれしかつけてない。そろそろ終わりの時間が近づいてきてるんじゃない。47分だって。グーって言ったお腹が、恥ずかしい恥ずかしいよ。
く。マシュマロでも食べな。いやマシュマロってさ、なんかこんなに美味しいのにお腹にはたまらないんだよね、不思議なことに。これさ、見てみる？なんかマジで知らない名前のお菓子があるんですよ。これの名前ね、ケックアグリウム。ケックアグリウムって書いてるの。なんだと思う。焼き菓子なのは確定してるんですけど、なんなんって思って。まあ、私の知ってる焼き菓子ってさ、マフィンとかさ、フィナンシェとかマドレーヌとかだからさ、ケックアグリウム、え、ガチガチ、こんな感じ。え、普通にさマフィンじゃないのかね。なんか匂いすごい。何が入ってる、なんか甘い匂いじゃない、なんかしょっぱい匂いがする。なんかなんなんだろう、お菓子の匂いじゃない、なんか これどうやって食べたらいい。いただきます。めっちゃなんかスパイシー。あ、酸っぱい。ん？酸っぱい。レモン。え、なんだこれ。わ、なんか後味すごい。なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。食べたことない味がする。緊急事態発生。コンフィチュール。バター、レモン汁、アーモンドバナナ、バナナリキュール。なんか知らない鉢に、なんか逆付きって書いた感じと皮。何これ、なんて読む、あの逆、辺が逆で右が付き、八作か、八作の皮とレモンと塩。でもなんかそんなザ柑橘だけじゃない気がするんだけど、なんだ、なんか違う、なんかでも難しい。お酒は入ってないですね。お酒は入ってないけど、入っててもおかしくのない、なんか独特な風味が、酸っぱいです。表面が酸っぱい、なんか表面と中でちょっと分かれてて、表面食べたらもうジュワーってめっちゃ。バナナリキュール、あ、リキュールってお酒か。あ、バナナリキュールってバナナのお酒ってこと。でもね、なんか匂いがね、なんかすごいの。知ってた？なんて名前だっけこれ。ケックルアグリウムだって。知ってる？初めて聞いたんやけど。なんかね、不思議な味がしました。なんかすごい不思議な味だった。でも一口目いかない。いや、食べてみようか。なんか最初にめっちゃレモンなんですよ。で、あ、なんかレモンピールっぽい感じなのかなと思ったら、なんか後からこうやってなんかいろんなとこから味が殴ってくる。でも何の味かわからないみたいな。なるほどね。なんか
人生まだまだ食べたことないものっていっぱいあるんだなって思いました。急に悟る。人生まだまだ本当にね、食べたことないものだらけですね。味が殴ってくる。うん、なんか僕はこの味です、こっちはこの味ですみたいな、なんかドンタンタンタンみたいな。甘くないの、甘くない、なんか甘酸っぱい、美味しいの、いや美味しいんだけど、なんか食べたことない味がする。うん、でもあの紅茶のストレートが合いそうですね。私食レポ下手だから、私食レポ下手だから伝われへんのやと。配信で食レポをする彼女の目にはファイトって通じた、これだけで。すごい、何も結局考えられなかったのに。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑う歌ろう。なんていうメーカー、なんて言うんだろうね、チョコレート、チョコレートのお店のカメル、 CAMEL、 キャメルだ、ショコラトリーキャメルさんの神奈川のお店だ。美味しい、いただきました。キャメル、ラクダだね、ラクダ、ラクダなの。猫、ラクダ英語でキャメル、あ、ラクダって英語でキャメルなんだ。でも確かになんか、いやそんなことないか、いや動物の森にそんなんいたかなって思ったけど、いなかったわ。キリンのグレースだ、私が思ってる。キャメル、ラクダなんだ。私この間ラクダ生で見たよ。なんか思った以上にでかくて可愛かった。色でキャメルってあるでしょ、ラクダ色。私あれキャラメル色だからキャメルっていうのかと思ってた。そうなんだ、ラクダでラクダ色なんだ。今マジでなんかへーボタンがあったらめっちゃ押してる。へーみたいな。絶対勘違いしてる人多いよ、キャラメル、キャラメル色だよって思ってる人多いと思う。オキちゃんが一つ賢くなりました。もうなんかなんだそのコメントRPG 風だね。うん、塩キャメルとでも言いそう。全然塩キャメルっていうキャラメルが売ってても違和感ないんやけど。なんかこういう予期せぬところで意外な雑学を知れると嬉しいね。いや分からん、一般常識だったのかもしれないけど、ちょっと嬉しい。私は一つ賢くなれて知らないってね、いっぱい知れるからいいことだよ。点と点が線になるような感覚、せやねん。ピーン、あ、そろそろじゃあ壇上読む57分や。では壇上読めます。13位師匠さん、12位パチロクさん、11位あられさん、10位白熊さん、9位ササックさん、8位星子ちゃん、
7位 Z さん、6位和則さん、5位虫男さん、4位ジェリーさんでした。13位小山の梅さん、ありがとうございました。そして3位テリー P さん、2位高圭さん、1位小林さんでした。ありがとうございました。どうも。ではもうちょっとしたら終わりたいと思います。配信ありがとう。いやこちらこそ、今日はね本当にセプトのもうジェストが本当に一日あって、もう葵さんとみちさんにめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ助けてもらいながら、久しぶりにこう前共演してた方、みのりさんとか村田ひらなさんとかと会えたりとか、まあ、疲れたけど楽しい一日でした。そこに皆さんがいてくれたのも幸せでした。ありがとうございました、本当に。そして配信も見てくださってありがとうございました。なんかすごいあの変な髪型で申し訳ないんですけど、私もう治らなくて形状記憶なんです。ありがとうございました。おやすみ、イエス、おやすみ、ゆっくりお休みください。やばい、今日インスタ更新できんかった。お疲れ様でした。明日頑張って現地行ってね。頑張ります。